ロンドンブーツ一号二号田村敦淳のニュースクラブ、今週も始まりました。田村敦淳です。一緒に番組を進めていくパートナーは。弁護士の島田さくらです。文化うさん、アナウンサー、砂山敬太郎です。こんにちは。こんにちは。お願いします。さゴールデンウィークも,もう終盤にね、うん、なりましたけど。はい、うん。気温が東京二十六点三度。うん、そんなに。そんなにですね。 日陰はちょっと涼しい感じですね。まあ、か昨日、一昨日とかも、本当半袖で十分というか、熱々,々っていうぐらい。暑かったね。ね<え>。うん、感じます。感じてますよ、ね。感じてますか。あの、そんなにでやるかないですけど。そうですよね。<laughs> 車の中が暑いんでそっと暑いんだろうなっていう感じはします <laughs> 間接的ですけどね、うん、でもまあ単純にもういつの間にか長袖じゃなくなってるっていうか、うん、僕はこの4日前ぐらいからあの半袖にで,でもそうですねこのゴールデンウィークですよね、うん、完全にもう大丈夫だなと思ったのはねそうなんですよでも明日、明日僕運動会なんですよ 池袋で大人の運動会ってなるんですけど明日雨っぽいんだよね明日雨っぽいですね雨だと中止になっちゃうんですよねちょっとお天気の人に聞いてまた気象協会さんに日本気象協会の判断を仰ぎたいな池袋ピンポイント池袋のあたりがねどうなんだろうっていうまあ小雨ぐらいだったらねややりたいなと思うんですけど どれぐらいなんでしょうねもう土砂降りでも全く運動会なんてできやしないなのかまあちょっと雨をしのぎつつなんかやれちゃうのかねその辺聞きたいあまりあの個人的にあの番組の天気を使っていただいても困るんですけどでも前みんなもあれでしょゴールデンウィークの最後だからそのどういう感じか知りたいんじゃないのそうですねね確かに外に出て 楽しむのか、その家でゴールデンウィーク最後は楽しむのか、それはだから。関東っていうことだったら、まあいいかもしれない。関東もだし、まあ池袋。池袋ってなると、ちょっとまたピンポイント。でねピンポイントすぎるか。まあ、でも関東のね。そうです。天気をちょっと知りたいです。ね東京は一応ちょっと一時五十五分から天気予報のゾーンがあってね。はい。今ちょっとそのお話をしてるんですけど、あとあのゴールデンウィーク、あずさお父さんがね、先週も言ってましたけど。下関から。いらっしゃったんですよね。ちゃんが来て。 <laughs> あのーま、ち,ょちょうど誕生日だったんでね、うんうんま、母ちゃんが死んでからちょっと、あのー、いろいろとあんまり外にも、ね、出ることなかったですけど、ま、久々に来ればっ,って東京に来て孫がやっぱもう,もうひ島の関の彦島っていうところなんですよ、まあ、僕も出身なんですけど、うん、彦島ってとこ。うん、彦島ってヒコットランドって あだ名をつけられて地元ではねバカにされてるんですけども愛着も込めて言ってますけど一下に見てたそうねなんか橋を渡らないと下関市内に入れない場所みたいなんで「ヒコットランド」って言われてたけど俺は最初「ヒコットランドの人なの?」って高校になってその橋を渡って高校行った時に「ヒコットランドの人なの?」って言われてめちゃめちゃ嬉しかったんよ。 スコットランドあ, <laughs> あなんかそういうふうに呼ばれてるんだと思って <laughs>、はい、まあしばらくしたらあこれバカにしてるニュアンスで言ってるなてでもそのヒコットランドからやってきたジージなんでヒコットジージってうちの子供たちを呼んでるんですよヒコットジージって、まあ、4日間ぐらいしかいなかったですけどやっぱ帰り際はもう。 子供たちは泣くぐらいヒコット爺とのお別れですね。ーう,すうん、爺嬢なんか特に泣きじゃくってたみたいですけど。で,ね、で、七十六歳なんですよ。誕生日を迎えて、うん、で、今後ね。 何したいいいいのかって聞いといて聞とあげないとうちは母ちゃんがこうがんで、うん、あと嫁行くばかっていう時に何をしたいかって聞いてたから事前に屋形、うん、船乗りたいとかなんとかマカロン食べてみたいとかその聞いてたからなんか叶えてあげられたんだけど父ちゃんのこと聞いてないのと思って「何したいのどっか行きたいとことかないの?」っつったら「一人で行きたいとこなんてもうないよ」 「いやいや一人で行け」なんて思ってないから「みんなでどっか行きたいとことかないの?」っつったら草津温泉に行って何の縁もゆかりもないよ群馬県なんて草津温泉のあの湯もみ体験をしたいんだって聞いて。 聞いててよかったと思って<ー>そんなの俺想像だけだったら絶対父ちゃん湯もみ体験に連れてってないから <laughs>、うん、群馬に行こうって発想がないですもんね,もね、うん、家族旅行で群馬に行こうとは思わないね<ー>この関東に住んでてねしかも下のっからね父ちゃん呼んでね、うん、でもまあ草津温泉の湯もみ体験したいってことなんですぐリサーチして<ー>まあできるだけ早くね叶えてあげたいなと思ってますけど、うん、話してますそんな話 いや親がどうこうしたいとか全然ですね話した方がいいですよ、ね、そうですね、うん、とりあえずばあちゃんに聞いてみようかなあそうそう何、うん、かしたいことないのとか、うん、なかなかでもね照れくさいんですよこれ聞くのって、うん、で僕はあの母ちゃんと死ぬ間際にハグをしてあもうちょっと早くハグしとけばよかったなと思ったから父ちゃんとは肩組んだりとかハグしたりとかあっ,ったりするようにしてるんですけど、うん、やっぱ最初はてれくさいけども今はも全然。 もう父ちゃんの方に持って回せるようになったからで、ねうん、で俺の友達にも言ってるんですよこれ「ハグした方がいい」っつってもうおっ「おせっかいおせっかいしがやってきました」っつって <laughs> その友達と友達の母ちゃんに今も照れくさいけどもうハグしてくれっっていわゆるこう肌と肌で触れ合うとっとく無理やりハグさせんの俺、うん、下関帰ったら、うん、たら「もういいよもうあっちゃんも懐恥ずかしい」って言うのに個別で後から「 あっちゃんありがとうって,って <laughs> あそうなんですねハグのタイミングを作ってくれたやつって、うん、だからハグしてるしたことないですねしたことないでしょ、うん、したくないですかしたいとは思わないですね <laughs> でも嬉しい親からしたらグッとこうなんていうのグッとこっちが力入れたら向こうもグッとこう抱きしめてくれるみたいな体験やれるうちにしかやれないからやったらどうですか、うん きっかけが難しいきっかけ難しいけどきっかけは子供から作った方がいいですって、うん、親から言えないからハグしようって言えないから、うん、甘えていいんですよ何歳になっても「うん、父ちゃん母ちゃんハグしていいかな」って「何よあんた」って言われるけど、うん、もう本当にもうこれ死んだらできないんだからちょっと別れ際に自然に「ちょっとハグしようか」つってこうなんかそういう感じで。 それから淳に聞いたんだけどハグした方がいいって淳が言ってるのを聞いたんだけどラジオでどうなんだろうねちょっとハグとかってうちらやったことないもん <laughs> 一回やってみるみたいなこんな自然な流れでなあの1か月前からのうちの母親この番組のリスナーになったんでそうなの感想を送ってくるあのプレゼントの,あの告知の,、うん、あのアドレスとかはもっと丁寧に言った方がいいとか。<laughs> <laughs> いい <laughs> いいじゃんすごい指摘を受ける嬉しいじゃんだからこれで今聞いたと思いますよ。うん、だけどあれを母ちゃんから言わしちゃダメよ。そうですよ、ねうん、母ちゃんっつって <laughs> <laughs> 淳しに聞いたんだけどさあつってなんかハグとかしといた方がいいらしいよつってもう近づいてもうグッとこう手が回った瞬間になんかもう恥ずかしいとかどうでもよくなるからあほっとほっとできるなっていう。 うん、でお父さんともやっぱりグッとグッとやってます、うんうん、僕は。うん、ほんまりですかす、ね、か <laughs> そうですよねでもこう今もう息子6年生なんですけどこっちからギュッてしに行くともう嫌がるから。うんうん ちょっと悲しいなと思ってるけど、何十年後かに息子から来てくれたらすごい嬉しいかもしれないと。嬉しいでしょ。<ー>それと一緒ですよ。ハグを嫌がる親なんていないですよ。うん、よほどスポーツの後とかじゃないと、ま <laughs> あべたべたのでくんなのはいだけど、ねうん、まあ通常であれば全然ねハグはしてほしいなと思いますけどね。はい、ぜひ皆さんこれを機にね。 あのご両親とハグをしてみてください参りましょう田村敦史のニュースクラブ本日もスタートです改めましてロンドンブーツ1525田村敦史です弁護士の島田さくらです文化保守アナウンサー砂山圭太郎ですでは砂ちゃん本日のメニュー紹介お願いしますはい。この後は1週間のニュースを一気にチェックする今週の気になるニュース今日はジャーナリストの堀潤さんとお送りしていきます そして1時40分頃からゲストコーナー今週のすごい人今日はドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんをお迎えします今回のテーマはミャンマーは今です久保田徹さんは去年7月にミャンマーで軍によるクーデターに対する市民の抗議デモを撮影中に逮捕され裁判で禁錮10年の判決を受けました、うん しかし去年11月軍による恩赦によって111日の拘束後解放されました今日は久保田さんが拘束されたミャンマーでの過酷な現実そして軍の弾圧に苦しみ続ける市民の今に迫ります、はい 2時30分頃からメールコーナー、厚淳の部活、今日は先月から始まった月一企画、教えてご当地アディーレさんです、はい、全国各地に事務所があるアディーレさん、その支店を代表して弁護士さんが生出演いたします。うん、前回は長崎支店から、ね、お越しいただきましたが、はい、今日は新宿支店から<え>谷崎翔さんがやってまいります。確かに長崎だったのに急に 別に全国各地ですから。<laughs> い,やいやいいんですけどなんかもっと地方を想像してたらなかなか会えない地域の新宿の人だったら会えるから行けば谷崎さんに。 まあ今ちょっとゴールデンウィークで飛行機がちょっとお高いかなみたいな,なるほど <laughs> それはすごい納得,です納得できましたね、まあ、めちゃめちゃ納得できま,納得できます。した、うん、それを言っていただけたら<宿>あ全然新宿でいいなってなりました <laughs> 逆に今しか来れないかもしれないですね,ね、うんはい、新宿してから谷崎翔さん安心してお越しいただきたいと思います <laughs> えー、ということで今日のテーマ新宿ですえー、あなたの新宿にまつわるエピソードを募集します 島田さん、うん、新宿のエピソード新宿まあでも初めて大学でこう東京出てきて、うん、でも大学は八王子の山の中にあるので、うん、飲み会ぐらいでしか新宿出なかったんですけど初めてなんか「アルタ前にみんな集合ね」って言われてんかサークルの先輩に「アルタ前っていうのはある建物の 逆なんだよって言われてそれ半年ぐらい信じてました。すごいくだらない田舎から出てきた大学一年生を騙すあのあ,す、ね、ある建物ある建物,る建物 <laughs> やだなクソみたいなう <laughs> でも言われたら信じちゃいますよね,ちょ,っとねちょっとリアリにってやりますもんね東京の人だからそうなんだと思って暑い、うんうん、さんは。 私は新宿はあんまりいいイメージないですね。以上 <laughs> <laughs> 吉本興業の本社も、ねうん、まあまあ新宿ですけどね。それはまあ最近じゃないですか。うん、言ってもね。うん、だまあ東京来たばっかりの時やっぱそのアジア一のね繁華街なんでうろちょろするじゃないですか。うん、ナンパもよくしてたんですけど、そのナンパの成功率は結構高かったんですよ。うん、20代の頃、うん、だから遊びまわ ってましたけどやっぱり遊び回った月が新宿でねこう急になんか怖い人にこう首ネコつかまれてあの風鈴会館っていう <laughs> ちょっとまあ、怖い人たちがなんかたくさんいるゾーンのカフェがあるんですけどそこ連れて行かされてなんかすごい「そのお前は俺の女手出しただろ」みたいなんで3時間ぐらい説教食らって俺そっから風鈴会館に近づけなくなったんですよ。<laughs> <laughs> 今だいぶ変わってんのかなこの前番組の打ち上げがなんかちょっとお店がなかなか取れなくてって「あの新宿の」って <laughs> 新宿?」ってなって「風鈴会館の近くの」「<laughs> 風鈴会館の近く? <laughs>」「いやちょっと行け,けないなもうタクシーでべた付きできるんだったら行くけど」ちょっと<う>怖いんですもう大丈夫でしょう。もう大丈夫ですかもう大丈夫ですかうそんなに変わってないでしょうよ。 でも最近あのゴジラの建物あの、ね、<laughs> 東急、東横、<ー>小間劇がなくなってゴジラのなんかビルが建って、うん、でのミラノ座ていう映画館なくなってなんかあのエンターテイメントのビルができて、うん、だいぶ様様変変わわりりしてる全然様変わりしてますで外国人がめちゃめちゃ多いです。 俺んだからそれまで好きだった「鈴屋っていうとこのとんかつ茶漬けが新宿にあるんですけどそれが好きでしょっちゅう行ってたんですけどその風鈴海館事件以来もう怖くて鈴屋にも近づけなくなっちゃっただいぶ手前ですけどね風鈴海館からだいぶ距離ありますけど歌舞伎町の入り口なんですよ鈴屋はでももうあそこには近づけなくなっちゃったんですよねでもゴジラのところの近くでコロナ直前ぐらいにジュアル k b のライブ行きましたよ そうそうあだからめちゃめちゃ怖かったんですよ。ロフトでしょ新宿ロフトでしょかななんか違うとこのあそう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 だから新宿は怖いんですよ怯えながらだから谷崎翔さんどんな人なんだろうと思っていかちい人くんじゃないかなと思ってますどうなんでしょうどうなんでしょうかね谷崎翔って名前がなんかヤンキーでいたような感じ名前なんだよな。 確かにちょっとあの失礼ですけどホストでも通用しそうな感じはします。<laughs> すね、はい。ということでメール手は新宿でお待ちしています。<laughs> はい。2時45分頃から話題のニュースを法律の観点から解説するニュースもう一本弁護士の島田さんにお答えいただきます。番組へのメッセージゲストへの質問を受け付け中です。メールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク jocr.net ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一。ツイッターのハッシュタグはカタカナでニュースクラブです。あなたからのご意見お待ちしています。この後ジャーナリストの堀潤さん登場です。 東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦史のニュースクラブここからは今週の気になるニュース今日はジャーナリストの堀潤さんとお送りしてまいりますよろしくお願いしますお願いしますゴールデンウィークもねお忙しそうな堀さんですが、はい、昨日夜京都のテレビ番組の生放送中地震速報も伝えていらっしゃいましたけどもこれは急にバトンタッチされたみたいなことなんですかあ,あのー そうですね京ビズっていう、はい、京都の,あの経済ニュース番組のコメンテーターだったんですけども、うん、あのちょうど余震が、うん、あの震度5強の余震が能登であって、はい、速報が入ったので地震速報といえば。うん 元 n h k のって感じですね。いや、でも、本当にもうずっと余震が続いている状況だから。うん、うん、まあ、こういう、まあ、時の呼びかけ。うん、特に、あの、正常性バイアスっていうのが怖いんですよね。正常性バイアス。はい、あの、不安な時って、人間の心を守るために、うん、その、大丈夫だって思い込ませる。うん、だから、いろんな呼びかけとか、音とかをシャットダウン、シャットアウトしちゃうっていう、<ー>実際に。 だからこれまでの災害の現場の取材でも結構なんで逃げ遅れちゃったのかっていうと、うん、実際にやっぱ聞こえなかった。 っていう、まあ、そういうううそ年寄り大丈夫だ大丈夫だって思い込んで情報を遮断しちゃうんです西日本豪雨の時も,もう目の前にもう水が上がってるのに大丈夫だって思い込んでしまって逃げ遅れたケースとかもあって、うん、専門家の先生方がやっぱりその正,常バイア正常性バイアスをやっぱ打ち破るぐらいもうしつこく関わることっていうのを今回もずっとまあお年寄り世帯が多い地域じゃないですか。うん だからまあ不安で過ごされている夜にやっぱり周りの人が「おじいちゃん一緒にやっぱり逃げよう」っていうふうに言えるようなそういう呼びかけ必要だななんていう話とかも、うんえー 人の番組でしたけど。助かったですよね。番組は。いやいや、堀さんいて助かりました。ちょうどね、同級生ぐら、い同い年ぐらいのね、竹内さんっていう、あの京都の K. B. S. っていう放送局のアナウンサーがいて。まあ、よくコミュニケーションを取っているんで。え、なんか、それは、まあ、心強かったですね。分担してやったって感じ。あの文言みたいのって、もう、刷り込まれてるもんなんですか。すっと出てくるんです。落ちてくるもの、倒れてくるものから、身を守ってください。川の河口付近から。避あ、そうそう。すごい、落ち着。 ついて行動してください。うん、そうですね。これはもう緊急報道禁止。うん、でもあの段、ー、々その時代によって呼びかけ方も変えてきましたよね、うんうん。だからその先ほど言ったように呼びかけても逃げられなかったのが東日本大震災のやっぱり教訓だったわけです。うん、津波警報が出ています。落ち着いてって言うんじゃなくて、うん、もう逃げて逃げてください。逃げなさい。 強めに言わないと「え何が起きてるの?」って、うん、やっぱふっと振り向いてもらわなきゃいけないから、うん、だからその表示,表示テロップとかもあの時も研修とかで、うん、もう「逃げろ!」とか大きく出すとかですね<ー>はね、い。だからまあ今情報もねいろいろツールがありますけどやっぱりハッとさせられる呼びかけとはっていうのは常にこう、うん、アップデートしていかないといけない。 まあ一応体には入ってますけどなかなか使うことは幸いながらなくしてる感じですね。うん、だから特に雨とか最近ね,ね大雨特別警報がっていう時に本当に今すぐ逃げてくださいだとか。うんうんうん 状況によってすすごいいあるじゃないですか、えー、逃げた方がいい人もいるし確かにもう家の2階3階ある人は上にいた方がいいかもしれないしっていうかそういうのを想定しながら一応しゃべるっていう、えー、イメージトレーニングはしてますけど、まあ、幸いまだ使ってはない、えー、しかもその、まあ、いわゆるこう中山間地域とか、うん、過疎高齢化の沿岸の地域とかに行って災害の取材すると、うん、一方でその逃げろ逃げてください っていう呼びかけがいかに虚しいかっていうことも実感するんですよ、うん、というの逃げる場所逃げるための車なるほどないんです、ね、ないんです、うん、例えばその水害の時新潟の山間部でしたけれども、うん、もう行政の方ではずっと避難を高齢者は先にって,言って呼びかけをしてるんですよ、うん、でその地域行ったんですよ、うん、そしたらもう崖のすぐ 目の前にあるボロい公民館でお年寄寄りたちが身を寄せ合ってるんですですこれ早く逃げなきゃいけないんじゃないんですかって言った時にいやこのお年寄りを指定避難所まで届けるのにここから約 20km 先の避難所に行かなきゃいけないんだと。でここを 労働避難になってしまいます自治会長ももう七十歳代、八十歳代、避難している人も八十歳代、九十歳代。えこれ、行政から車とか送られてこないんですか？避難用って、それはないと。だから、地元の自治会で車を出し合って、でも。 もうそんな2 0キロも行くのしんどいからここでいいよってなって、うん、みんなそこに身を寄せ合ってる<ー>、うん、だから今そういうことが起きているので<ー>そうまあ呼びかけも大切ですけど結局インフラですよねやっぱり、うんうん、そこはやんないと、うん、命を守る行政を完遂したことにはならないんじゃないかなということを感じますよね。 そっかアナウンスする側としては虚なしいという感じもしょうすね。見えちゃうとねやっぱりだから若者たちとにかく行ってくれっていう思いもありますうん頼りなんだみんながっていうようなそう、ね、だからやっぱ地域で生きていくってことをね、えーえー、日頃から考えないとですねでは砂ちゃん、はいえー、今週のニュース振り返っていきまししょうお願いまますまず一つ目はウェザーニュースから。 能登地方で地震、二十四時までに四十三回、震度一以上を観測。昨日午後二時四十二分、石川県能登地方、鈴洲市で震度六強を観測するマグニチュード六点五の地震が発生しました。この地震の後、地震活動が活発になっていて、昨日二十四時までに震度一以上を観測する地震が四十三回発生しました。また、能登地方では、今日六日から。 8日月曜にかけて雨量がかさむ恐れがあります強い揺れで地盤が緩んでいる可能性があるため土砂災害などに警戒が必要です続いては日経新聞から WHO 新型コロナ緊急事態宣言の終了を発表 WHO= 世界保健機関が新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を終了すると発表しましたワクチンの普及などで死者数が大幅に減ったためで2020年1月末に始まった緊急事態は3年3ヶ月で終了を迎えましたただ専門家からは緊急事態宣言の終了で各国の対策が緩むという懸念の声も上がっています 今後もワクチン接種などの感染対策を通じたコロナとの共存が課題となります3つ目は読売新聞から高浜原発1号機2号機の再稼働に遅れ運転開始から40年を超えた高浜原発1号機2号機について関西電力は6月初旬から7月中旬の予定だった再稼働の時期がいずれも遅れると発表しました 原子力規制委員会に火災防護設備が不十分だと指摘されたためで1号機はおよそ1ヶ月ずれ込む見通し2号機は未定だということです関西での今年の夏の電力需給への影響が懸念されます4つ目は毎日新聞からロシア・ウクライナによるドローン攻撃を主張 3日未明にドローン2機によるモスクワのクレムリンの居住区を狙った攻撃があったことについてロシア大統領府はウクライナがドローンでロシアのプーチン大統領の暗殺を図ったものだと発表しましたロシアがウクライナに大規模攻撃を仕掛けるための口実を捏造する偽旗作戦を実施した可能性も指摘されますがアメリカホワイトハウスの報道官は現時点では何も確認できないと繰り返しました 5つ目は共同通信から2億5000万人が深刻な飢餓過去最多国連食糧農業機関と世界食糧計画などは紛争や自然災害で深刻な食糧不足に陥った人々の数を示す急性飢餓人口が調査対象となった58の国と地域で2022年に2億5800万人に上ったと発表しました。 ロシアのウクライナ侵攻による食料価格の上昇も影響し2021年の1億9300万人から大幅に増加し過去最多となりました6つ目は朝日新聞から報道の自由度日本は68位 G7 で最下位国際 NGO 国境なき記者団が発表した2023年の報道の自由度ランキングによると調査対象の180の国と地域のうち 日本は六十八位で去年の七十一位より順位を上げたものの G7 の中で以前最下位だったことが分かりました日本の状況についてメディアの自由と多元主義の原則を支持しているとしたものの政治的圧力やジェンダー不平等などによりジャーナリストは政府に説明責任を負わせるという役割を十分に発揮できていないと批判しました最後はデイリースポーツから藤岡博士朝食の量が多い 俳優藤岡宏さんの三女でモデル女優の藤岡舞さんが家族をつなぐ食のコミュニケーションを明かしました舞さんによると家族の食卓には栄養バランスを考えたこだわりの食材を盛り込んだ父の手料理が盛大に並ぶということで朝5時に起きて栄養満点のご飯を作ってくれていますえ朝ごはんってボリュームのうどんやカレーもお野菜がたくさん23種類の野菜が入ってるよって。 などと語りました。今週の主なニュースをお届けしました。<laughs> はい、えー、堀さん、うん、気になるです,、ね、ですね。でも本当栄養バランスの話は大切ですよね。<laughs> 大切ですけどね。まあ二十三種類入れるの大変ですよね。いやいやこれのお話を聞きながら先ほど発表された世界食糧計画や国連食糧農業機関の数字をまあ思い浮かべると。うんうんうん うん、なんか我々だからこそできることあるのではとあの消耗症っていうあの症状って聞いたことありますか消耗症はい<ー>これ急激に進む栄養失調によって免疫力がほぼなくなってどんな些細なまな細菌であったりウイルスであっても死に至らしめるというようなもう全くガードするものが体の中になくなっちゃう。で先ほどのそのどのの WFP なが発表した数字ではこの 消耗症に苦しんでいる子どもたちが三千五百万人、うん、その子どもたちっていうのは、五歳未満と言っているんですね。うん、だから、アフリカや中東など紛争地域を中心にまあ飢餓人口が急増している。けれども、そこにまあ生きている子どもたちは、免疫さえ獲得できないような、ひどい食料不足に悩んでいるんだということで、で実際にあの今。 まあ基本的に急性食糧不安の最も深刻な段階これフェーズ5っていうんですけども一番がソマリアですで次が南スーダンでイエメンアフガニスタンハイチナイジェリアブ,キブルキナファソとなるんですがつい先日スーダンであの武力衝突内戦が勃発したじゃないですか。でスーダンの今周辺の国々の状況を見ると。 一気に数段難民が押し寄せていて、隣国のエチオピアには毎日千人規模の難民が入っているんですね。<ー>で、そのエチオピアには、あのソマリアからの難民の方もいっぱい入ってきているんですよ。で、隣のパンパンなんですよ。うん でさらにこう西側にあるチャドっていう国にもスーダンから避難民がたくさん押し寄せてるんですけど、うん、チャドはもう内内戦戦中ののででで武装勢力結集の地でもあるんですよ、うん、だから国連の支援などもなかなか入りづらかったりするっていう、うん、そういう中でこうスーダン今外国人退避進んでるじゃないですか、うん、日本人退避した後スーダンの情報をニュースで見ましたかって。うん確かに 一番先日、まあ、スーダンの方とお話しする中で、うん、とにかく海外の皆さんが安全に退避してもらうことはスーダン人としては望んでいるけれども、うん、それが終わった後こそ、うん、報道が必要なんですと。うん、なぜ 報道が低くと良くないかそこはもう権力者暴力が好き放題できるからですと、うん、監視するものがないからね、はい、そうなんですで今実際にスーダンの情勢現地の方々からの送られてくる映像とかお話聞いてみると病院がまあ空爆のターゲットになっていたりとかして、うん、でスーダン市民の皆さんがもう食べ物も手に入らない、うん、逃げる場所もないで実際そのハルツームっていう首都の から皆さん避難しますよね、うん、でちょっと地域の,あのアパートとかを避難民として借りるわけですよ、うん、そしたらそこでものすごい高い家賃とかも請求されてこれじゃ払えないよっていうような国内避難民の問題が発生していたりとか、まあ、そういう中で、まあ、今回報道の自由度ランキングの話ありましたけれども、うん、なんかあのこの話、うん 日本のランキングが上がったか下がったかって毎年報道してんですよ。うんうん 僕そんなことより世界ののの報報道道がどううななっっっててていいるかちゃんんと日本のメディア報道しなさいよよ思うんですよまあ今回朝日新聞の記事,記事ですけど、うん、まあそもそも日本の報道自由度が低いのは記者クラブなどもあって、うん、あの本当に政府とかその経済界とかとあの握ってませんかっていう指摘もあったから順位が下がったので、うん、これ自分とこの話なんですけど、うん、その権力者がうんぬんの前に自分たち開きなさいっていうただ今回の報道自由度ランキングを俯瞰してみると。うん 世界の3分の2以上の国でジャーナリズムが機能し,なしにくくなってるって危機感が広がってるんですね。なるほど でそのうちの多くがその危機に瀕している地域の多くが今アジアに集中しているんですんっということも今回分かっていて例えばまあ中国とかまあ北朝鮮とかは皆さんご案内の通りだと思いますけども ASEAN 各国ですねミャンマーだったりとかカンボジアだったりとかそしてあのインドですねえそしてまあアフガニスタンはじめ中東地域から中央アジアにかけてもアジアで今報道がほとんど機能しなくなってきているんだという状況が生まれてきている。 人口ベースで言っても相当な人がちゃんとした報道に触れられてないってことになりますよね。<ー>だってインド中国がもう入ってたらで,でこれ2つ理由があってあ<ー> 1>, 1つはあの独裁国家、うん、権威的国家が広がっているということと、うん、もう1つはやはり、まあ、そもそも、まあ、経営が成り立たないっていう報道機関として。報道砂漠っていう言葉が 最近言われるようになってきたんですよ。はい、なんか砂漠っていうと気候変動の話で語られること多いですけど、うん、実質と報道機関のない地域っていうのが、今どん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 増えていて、そっか。やりたくて。もう資金なくて、はい、継続できなくてなす、ね、報道を。を することすらもうままならなくなって消えてってる。例えば、えええ、オフィシャルだから昔の日本のメディアってもっと中東とかアフリカとかヨーロッパからバンバンライブ中継とかやってましたね。ありませんでした。改良しきるからです。日本のメディアも今人が足りないから。 雇えないからって言って司局の数減らしたりとか<ー>報道砂漠が起きてるんですよ。だいぶ遠くから言ってますもんね。はい、<近>そうなんですけど。<laughs> パリ司局からアフリカのこと伝えますとか多、うん、いっていう話じゃないですか。報道砂漠は暴力を生むので、うん、うん、まあいろいろマスコミに対して思いがあると思いますけど、だからこそ事情作用を働かせてみんながやっぱり報道必要だと思ってもらえるような環境を作らないと、そうです、ね。もうやられたい方だと思います。うん、あとゼロ円の報道じゃなくて僕はやっぱ対価を払うべきだって。 思うううんでですすすけどありがとうございますいやそうですよねだって、はい、僕はあのちゃんとした情報を取りたい時には、はい、とその0円0円報道の中にもちゃんとしたものあるけど、はい、ちゃんと対価払って、ね、僕たちの代わりに調べてくださいっていう思いを日本人が持たない限りは、はい、本当の情報にはたどり着かないですよね。僕も もう本当バケツリレーみたいにして取材してますね <laughs> ぜひねこれをちょっと皆さん考えてみてはいかがでしょうか、はいえー、このコーナーここで時間いっぱいですこの後は堀潤さんのさらに気になるニュースです文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦のニュースクラブここで堀潤さんにさらに気になるニュースを伺いますお願いします NATO 東京事務所開設へそして、えー、上海協力機構 SCO を知っているか ええー、NATO が東京支局、はい、そうなんです。えー、これあのー。 日本のメディアで日系の関連会社が報道して世界中に打電されて直ちに中国外務省などもあの緊張を与えるものだ賛成できないというふうに抗議するというふうに言っていましてもともと NATO とえっと岸田政権下では協力関係を築いていきましょうっていうのはそもそも確認していましたで今回報道されたのが2024年にサイバー防衛の分野で協力関係を深めるために NATO の東京事務所を設置しようと うん、いう話なんですよで NATO に加盟していないけども事務所を置いている国って限られていて、うんえー、例えばウクライナがそうでしたでただそれがまあ,ある意味ロシアがまあそれをまあ非常にこう危険視してどん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 ,どん今回のまあ武力制圧侵、えー、源侵害ですよね主権侵害につながっていく動きになりましたがいわゆる NATO が極東までまあいろいろ拡大していくんだと。 いうことが、うん、まあ今回大きなニュースとして報道されていましたかって言うと報道されてないんじゃないかなと思って、えー、僕は知らなかったです <laughs>、はい、島田さん知ってましたか、NATO、いや全然知らなかったです東京支局東京に n a t がでこれはつながりが強くなることで <laughs> そうですね あのー、特にこうサイバー防衛に関しては、はい、日本は非常にこうまだまだ、まあ、ひよこの段階で、うんえー、だいたいサイバー部隊の規模で日本で2022年で890人でアメリカが6200人、うんえー、一方中国などが17万5000人の部隊のうち<え>直接攻撃を仕掛ける部隊が3万人程度と言われていますしすまあ,あと北朝鮮6800人とかロシア1000人などと言われていますと。 で実際あの2021年ですかね警視庁が発表した、うん、あ数,数字および実態で JAXA、うん、など約200社がサイバー攻撃の被害にあった、うん、サイバー攻撃に使用されたサーバーを偽名で契約していたとして中国共産党員の男を東京地検に送置、うん、さらにその捜査の過程で TIC というサイバー 攻撃の主体グループですねが浮かび上がりその背後に中国人民解放軍の第61419部隊というものがあることが分かったというのを警視庁が発表していましてでさらにそれだけじゃなくてアメリカの原子力機関であったりとかさまざまな分野のインフラ攻撃そして西側諸国へのサイバー攻撃にこれは軍じゃなくて 中国の国家安全部、うんえー、が背後にいる APT40 AP というサイバー攻撃のグループがいるということを掴んで、うん、FBI がですね今ホームページで公開捜査をしていて「うん、Wanted by theFBI」ってこう大きくダーンと出て顔写真がこう並ぶんですけど、うん、4人ほど関係者の顔と名前を公開していて、うん、そのうちの3人が中国の海南省の国家安全庁職員であると。 いうことで、まあ、かなりさまざまなサイバー防衛に関して、えー、狙われていますよという中で、うん、その NATO がこの間の東欧の国モルドバーからですね、えー、NATO に SOS が入って、うん、我々がロシアからサイバー攻撃を受ける認知戦を仕掛けられているから自分たちでは対処できないって相談した結果 NATO 軍がモルドバの えー、まさにサイバー防衛に入るというのが<ー>、えー、ちょうど先月の終わりぐらいにニュースとしてあったんですけど、うん、まさに同じような形でサイバー防衛というのを NATO と協力してやっていこうというのが、まあ、今回の東京事務所の、まあ、今出ているコアな情報の一つなんですよね。にしても、ね、島さん 日本の,そのサイバー防衛の人数の少なさ、はい、<laughs> 大丈夫なのかなって感じますけどねいうとん,、うん、んかやっぱりこう物理的なこう軍事的な戦い方の話の方で出てくるのかなと思ってたのでそのサイバー防衛の話、はいはい にちょっといまいいち結びつかないんですかあのまさに例えばそのロシアが行ったサイバー攻撃は先ほどトランプさんの話ありましたけども、うん、大統領選の時に介入していたフェイスブックなどを使って介入していた恐れがあるとか、うんうん、で今回も SNS 上にその身分を偽って であたかもその国の国民であるようにして政府に対して反対の声をバンバン上げて、うんえー、っていうことをやっているというふうに言われていてそれがすごくね顕著だった。 例の一つが例えば、えー、2年ほど前ですね、えー、ポーランドの国境にいきなり大量の移民が押し寄せたことがあるんですよベ、うん、ラルーシを通って、うん、でポーランド軍が出動するんだけど大混乱になって麻痺しそうになったんですね、うんうん、でそれ背後には SNS 上でポーランド国境が空いてるよ移民のみんなはそこ通っていけるらしいよっていうのが吹帳されて、うん、これハイブリッド戦争の形として非常にこう注目されたんですけど実際の移民を動かして相手の国を麻痺させる うん、まあそういう認知戦が展開されていることでそれがまあ直接的にアタックをしてシャットダウンさせてしまうようなこともあるし、うん、人々の認知領域に入ってまあ洗脳というか思い込ませてえ放棄させたりとかっていうのもあると。うん、で一方でまあ西側の諸国の動きは僕らあ NATO の事務所っていうことはもうすっかり西側アライアンスなんだなそれでいいのかっていう思いはありますけど、うんうん、今。 インドでものすすごく重要な国際会議が開かれてるんですねそれが上海協力機構っていう中国インドロシア中央アジア各国が集まって会合を開いていてますだからインドがインドって別にアメリカにも中国にも、はい、あ中国と中ワットも入ってますからね日米豪日のあ日米豪でもアメリカの言うことだけを聞くわけじゃないよっていうスタンスじゃないですかですインドは。 もうあの中立どころかいろいろ話を見てみるとやっぱりすごくしたたかな国というか強いタフな国で今回もある意味 ロシアとのエネルギー供給で合意してさらに軍事支援というのも取り付けてお互いにやはりインドロシア中国これらの枠組みでえアジア太平洋地域のみならず世界の G20 で主導権を発揮していこうということを確認してるんですよねパラレルワールドですよ僕らはもう今広島ね G7 サミットでえ世界の自由主義の団結をとでインドモディ首相もやってくる予定ですからインドえ太平洋戦略 これで地図を作るんだっていう情報ばっかりですけどパラレルワールドではもう中陰路で俺たちで世界の地図を作っていこうなっていうことを確認組んでるしかも大国人口多いでこういうのもね報道砂漠だなって感じますよ報じてくれないですねもっとこういう機き共有しないとですけどねうんということをちょっと今日は言いに来ました 考えさせられんなインドちょっとねちゃんと見とかないといけないけど、はい、そのインドを見るためにも特派員の方言っとかないとな、ね、インドをねもうこれもラブロフさんねインドの外相と会談さら、うん、にラブロフさんパキス<ー>これですよラブロフさんと中国のね外相のこのつながってってるぞ、はい、ちょっとどうするんだっていうね日本のあと NATO でいいのかって国連機関呼んだ方がいいんじゃない なるほど。はい、でも国連また機能するのかみたいな話あるじゃないですか。すはい、こんな話をね、いろいろメディアが <laughs> やってほしいですよね。なん,よなんかこ小声になんのみたいなね、<laughs> ちょっとぜひ皆さんにもね声を上げていただきたいなと思います。うん、田村敏のニュースクラブ文化放送から堀潤さんと一緒にお送りしております。 おお時間となりりままししたた堀さん何かお知ららせあこの後久保田徹さん出演されると思うんですけど、うん、あのミャンマーも今あの山間部などは空爆されて村が焼き打ちされるなどして、うん、この間も現地で支援をしている、えー、地雷廃絶日本キャンペーンという日本の NGO があるんですけども、うん、地雷で足を失った方々など支援をしてきたんですけど、うん、今はそうしたあの村の焼き打ちから逃れて山で避難している人たちの医療チームを支える活動などをしていて日本でもほとんど 報道されれてないですけれども、うん、ミャンマーではそういう非、まあ、人道的な国軍による攻撃、うん、もう彼らは国軍とさえ言わないですテロリストの攻撃が続いていて、うん、そういう、まあ、ところで活動している NGO とか国連機関へのまあ寄付など、うん、ぜひお願いしたいなと思っています。まね、国軍となんで 日本政府の仲がいいのかみたいな話もねそ,そ,そのあたりはこの後ぜひも聞いていきたいと思います <laughs> ということで堀井ニュースさんありがとうございました、はい、ありがとうございました